さあ始まりました。勝手に WJBL ニュース。今回は2022-2023年シーズン振り返っていくシリーズ第4弾です。では早速始めたいと思います。ということで今回見ていくチームは東京羽田ビッキーズ。1年目から主力として活躍していた小笠原選手が移籍するなど4名が退団しましたが、山梨のエース的存在だった水野選手、そして愛心の高原選手の獲得に成功し、さらに即戦力として川島選手を獲得。萩原ヘッドコーチになって2年目のシーズンということで、より完成度が高まると予想され、どのようなバスケットを展開していくのか注目されていました。開幕カードの富士通との対戦では、初戦、序盤から東京羽田の良さが出る展開で優位に展開できましたが、後半富士通の猛攻で逆転されて敗れると、その後もなかなか勝利することができず、開幕5連敗というスタートでしたが、トヨタ防縮との2戦目では、ディフェンスが機能し、優位に展開し、第4クォーターに逆転を許すも、残り約 0.9 秒のところで、高橋選手の劇的な逆転3ポイントで、シーズン初勝利を挙げました。その後、アラーマーレ、山梨から1勝ずつ勝ち星を重ねたものの、日立ハイテクとの2戦目は、開幕の試合同様に優位に展開するも逆転で敗れ、前半戦は苦しい戦いが多かったと思います。第7週からはアーリーエントリーの2選手が加入し、勢いをつけて戦っていきたいところでしたが、その後も厳しい戦いが続き、新潟に2勝、姫路戦の初戦とシーズン最終戦となった愛心との2戦目に勝利を挙げたものの、プレーオフへ駒を進めることはできませんでした。2022-2023 年シーズンの東京羽田は、得点源として期待されていた津村選手が開幕直前にヘルニアの手術を受け、前半戦は津村選手抜きで戦っていました。開幕当初はオーソドックスな形で戦っていたと思いますが、シーズン途中から2ガードを積極的に採用し、より動きのある攻撃を展開していく形をとっていたと思います。若手選手も成長し、シーズンを重ねる中で戦える選手が増えていくなど、いい面もありましたが、相手のインサイドに苦労した面や、優位に展開しながら勝利を逃す試合があるなど、課題も多く出たシーズンでもあったと思います。そんな東京羽田は2022-2023 年シーズンを7勝19敗の11位という成績でシーズンを終えました。数字を見ていくとチームの平均得点が W リーグ14チーム中10位の 67.1、 平均失点が14チーム中11位の 77.5 となっていて、攻撃面は結果として 21-22 シーズンより平均4点向上するも、津村選手が前半戦いなかった影響もあり、全体としては苦しんだ側面もあったと思います。守備面では前のシーズンより平均で約3点ほど増えた結果となっていて、機能した試合もありましたが、相手インサイドに苦労し、全体としては厳しい数字でした。さらに数字を見ていくと、チームとしてのフィールドゴール成功率は14チーム中10位の 37.4%、2ポイント成功率は14チーム中10位の 42.4%、3ポイント成功率は14チーム中5位の 31% となっていて、インサイドが強くないチーム事情もあって2ポイントの確率が上がらなかった面は課題でもありましたが、3ポイントに関してはキャプテンの高橋選手が安定して活躍しましたし、阿波津選手の成長が大きく、 21-22 シーズンより平均で 3% 以上向上する結果となり、東京羽田の武器になっていた面でした。そんな2022-2023 年シーズンの東京羽田で活躍した選手を見ていくと、まず一人目は高橋選手。キャプテンとして迎えたシーズンでしたが、チームの中心として安定して活躍しました。2021-2022 年シーズンまでは少し調子にムラがある印象もありましたが、日本代表を経験し、キャプテンとして引っ張る立場になって、高橋選手の良さが引き出されたシーズンで、キャリアハイといえる数字を残し、存在感を発揮したシーズンでもあったと思います。続いて見ていくのは阿波津選手。2021-2022 年シーズンから加入した阿波津選手は、2年目のシーズン、少ないチャンスでも結果を残し、徐々に信頼を勝ち取っていくと、シーズン途中からはスタートでも起用されるようになり、阿波津選手にとって飛躍のシーズンになりました。特に3ポイントの精度の向上が素晴らしく、大学時代も打てる選手ではありましたが、精度が格段に向上し、東京羽田の武器と呼べるまでになっていたと思います。続いて見ていくのは樺島選手。筑波大学から加入し、即戦力として期待されていましたが、ルーキーイヤーからしっかりと活躍しました。
もともとテクニックに関しては高い選手でしたが、1年目のシーズンでは積極的に得点を取りに行くシーンがありましたし、シーズン途中からはスタートでも起用されるようになって、いい経験を重ねられたシーズンでした。積極的な姿勢は良かったものの、少し手詰まりになることもあったので、新シーズンではさらに成長を期待したい選手です。東京羽田は3ポイントは高橋選手、阿波津選手などの活躍もあって武器になりつつありましたが、その一方でインサイドの高さがない影響もありましたが、2ポイントの確率がなかなか上がりませんでした。2ポイントの確率に大きく影響するインサイド系の選手の平均得点は次のようになっていますが、阿波津選手は3ポイントで得点が多かったので平均得点が伸びていますが、それ以外では尾崎選手が奮闘していたものの、全体としては苦しい面でもあり、チームの平均得点でも高橋選手を除くと平均10点以上を記録している選手がいないので、チームとして安定して戦っていく上ではインサイド系の選手がもう少し得点が増えてくるような攻撃が必要になるのかなという印象です。東京羽田はプレーオフを目指す上ではやはり攻守ともに向上する必要がありますが、その中でもインサイドのディフェンスはやはりキーになる点で、他のチームは新戦力も含めて強化してきているので、東京羽田としてはチームとしてどう対応していくのか、新戦力の穴澤選手、栗林選手の加入で弱点でもあったインサイドのサイズが大幅に上がったので、そういった意味では楽しみな面も多いですが、全てが解決するというわけではないと思うので、そのあたりはシーズンオフ作り上げていくことになると思います。攻撃面は5アウトの形で戦っていましたが、栗林選手の加入で戦い方が変わるかもしれません。また同じく移籍加入の千葉選手は得点力が高いですし、得点パターンも多い選手なので、そういった選手たちをどう組み合わせていくのか、東京羽田はプレーオフから少し遠ざかっていますが、上位チームに離されないためにもチームとしても踏ん張りどころでもあると思います。新シーズンどのようなチームになっていくのか、進化した東京羽田が見られるのか注目です。ということで、振り返りシリーズ東京羽田編を見ていきました。多くのファンが支えているチームですし、プレーオフで旋風を巻き起こしたこともあるチーム、再びあの舞台で旋風を巻き起こせるのか、ぜひ新シーズンの東京羽田を注目してください。それでは今回はこのあたりで終わろうと思います。動画を見ていただきありがとうございました。次回以降の勝手に WJBL ニュースもよろしくお願いします。